CGR チームサード GR スープラですね、コックピットをですね皆さんに説明したいと思います。さあこちら関口雄飛選手のヘルメットですけれども、まあ皆さん見られてるヘルメットの上にですね何かこう樹脂でなんかポコッとついてますけど、これは実はですねエアコンの空気をですね荒井ヘルメットが着ていただいてる穴からですね頭に取り入れる装置でございます。まあ、関口選手がこう乗り込んだとしてこのダクトにこちらから来てるですねエアコンのこのホースをパカッとつなぐことによって頭に冷たい空気を冷やすと、さらにですねこちらのホースを体にピタッとひっつけることによって冷たい空気を車内の過酷な温度領域の中で正確なドライビングをするために体を冷やすということでございます。